よろしくお願いします。ベンツで営業活動しに行ってそこでポスティング、ポスティングってあの歩きとかチャリで行ってね、なんかせかせかやってるイメージだけど、それを優雅なベンツに乗ってやる。駐車場に停めて、まあ、そこら辺の家にこうやってポスティング。いや、はたから見たら、すげえベンツ走ってるって街の人とか見られてるけど、え、あの人ポスティングしてるってなるってことですよね。そういうことですね。利便性がすごい。ちゃんと古風なところもありますね、うん、なんか愛着湧きますね。うん、ありがとうございます。愛着。はい、ということで本日はですね、ベンツの A さんにお越しいただきまして、営業マンの1日の超細かいスケジュールだったりとか、どんな社員、どんな社風なのかっていうところをね、中心に伺っていこうと思いますので、 A さん本日はよろしくお願いします。お願いします。では早速ですね、ベンツの営業マンっていうのは大体どんな人が多いのか、社内の文化ってどういうところなのかっていうところをちょっとざっくり伺ってもいいですか。営業マンは基本的にゴリゴリの体育会系が多いですね。がっちり短髪、ジェル、色黒ですか。です。おこういうやつ。こういうやつ。割とガタイ良くて高身長男子とか。高身長多いかもしれないですね。イケメンとはまた違うんですか。うん、割と顔もいい人が多いイメージがある。おお、じゃあ見た目はもう結構スマートな感じってことですね。まあ、かっこよくなくても売れてる人はやっぱかっこよく見える。風格が出てくる。うんうん、売れてる営業マンはイケメンかイケメン風のオーラを持ってるかどっちかとか、うん、例えばですけど、なんか怒鳴り声が聞こえてくるだとか、うん、体育会のノリでおいこらーっつって机バーンってなったりとか、そういうのってあったりしますか。うちの会社はないですけど、他のところではちらほら聞くこともあります。他の車業界とかディーラーとか、はいはい、やっぱり業界としてはかなりまだまだその昭和気質というか、完全にその中でもベンツでは怒鳴り散らすとかそういうのはない。ないないない。あ、じゃあ比較的その社内の雰囲気としては割と穏やかな感じ。穏やか。後ほど伺ってまいります。あの具体的なスケジュールについて、朝出勤してから夜退勤するまでどんな感じで、あの営業マンが過ごされてるのかとかちょっと伺ってます。お客さんありきの仕事なので、その人によっては全然違うっていうのが答えなんですけど、平日、まあ土日もだけど決まってるんですよね、ショールームに立つ人が。なんか飛び込みで新しく来た人に営業をする人みたいなのが、まあ不公平にならないように新規を捕まえるために一人ぐらいはいますね。その人はもうずっとショールームに立ってるんで、その人以外の営業マンはもう本当人によって様々って感じですね。あ、そのショールーム担当になった日はもう営業時間中ずっとそのカウンターとかにいるってこと。いなきゃいけないですね。もうずっとこうやって立っていらっしゃいます。でお客さんの接客をもう一日そこでやって、まあそこで売れたらラッキーだし、うん、売れなかったら売れたらねでしたみたいな。なるほど、うん、じゃあそれ以外の、じゃあ当番じゃない人はどういう活動をされてるの。例えばお客さんのところ行って商談する人もいれば、書類もらいに行ったりとか、あと車を納車しに行ったり、壊れたから取りに来てって言われて、まあ、かなりフリースタイルってことですよね。そんなに監視されてるわけでもなく、なく、まあほとんど会社にいるっていうことがないので、お客さんのところ行って行くのが多いから。オープニングって言ってた、あのベンツでポスティングもやってる。そう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 。新規顧客を捕まえる活動は基本的にポスティングがメインなんですか。他にもあったりする。いや、ポスティングもあるし、まあ、そうやってショールーム当番の時にお客さん来て買ってもらうっていうのもあるし、あとはまあネットとかにも載せてるので、車をそっから獲得してくるっていうのもあるし、あとはお客さんのつながりで紹介してもらうとか。あ、紹介か、うん、やっぱ金持ち同士つながってるんですね。ですね。あとは販売店によって持ってる車種っていうのが全然変わってくるので、もう自然的にみんなそこに来たりするので、ああ、そういうのを持ってる販売店の方が有利、美味しい。ああ、結構じゃあ営業の手段としてはかなりいろんなところからかき集め、いろんなところからかき集められますね。次ですね、あの入社前後のギャップっていうところについて伺っていきたくて、あのいい意味でも悪い意味でもどっちでもいいんですけど、基本的にもうちょっと年齢層みんな言ってるかなって思ったけど、うん、まあ、割と若い人が多い。おー、2、30代が中心で、うん、営業は若い人多いですし、はい、あとなんかショールームの子も、うん、まあ、ちょっと可愛いから気引けてたんですけど、まあ、喋ったら割といい子多かったっていう。じゃあ若い人同士だからそんなに上下関係があったりとかっていうのはあんまないかもしれない。人間関係はじゃあめちゃくちゃ良かった。そうですね。なるほど。他のギャップってありました。思ったよりも年収が上がらない。上がらないって別に最初1年目とかは、なるほど、今回だって想定はしてたけど、まあ、新卒1年目だったらまあ多少これぐらいかなみたいな、まあまあまあ、まあ、あるじゃないですか。そうですね。2年目になったらもうちょっと上がるのかなみたいな思ったら、あ、これしか上がらないのねみたいな。
本目の動画でも言ってましたけど、5000円とか1万円レベルしか毎月やらない。たまらない。ボーナスの金額も変わらないんですか？基本的には変わらない。営業はそれでもあのインセンティブとか要素があるから、まあ、ちょっとグンってなったりするけど、逆にそのジムとか裏方の人ってもうほぼこういうことですか？まあいればいるだけちょっとずつ上がってくるので、まあでも1分から残業代が出るので、あのガンガン稼ぎたいとか、まあ営業やったらいいですけど、それ以外で入ると、まあ、ちょっとお金の面では退屈しそうだなってところはあります。好きだったとことか、ここをおすすめできるなってポイントあったりします？まあ、私がやってた仕事自体は楽しかった。営業さんとかは、まあ、もちろんベンツ乗れてるので、傍から見たら若いのにベンツ乗ってるのすごいみたいな感じで、まあ営業はモテますね。しかもまあ割とゴリゴリで結構イケメンな人が多いから、うん、もう生きれますよね。東京で生きて渋谷六本木とか歩けちゃう、うん、まあ、あとはそのいろんな車を乗れるのでベンツの良さはものすごく知れますよね。車って結構奥が深い趣味じゃないですか。お金持ちがすごい、まあ、多い趣味でもありますし、ね、芸能人とかもそうだし、お金持ってる人もいるから、うん、いろんな話を聞けるし勉強にはなると思う。ここで働かなきゃ絶対絡めないよね、うん、もう仕事で絡めるから。絡める芸能人とか絡める仕事ってほとんどないですからね。芸能関係に行かない限りはないので、まあ、そこはすごい強みではあると思います。ちょっと非日常を味わえるっていうのは、うん、なかなか面白いかもしれない、うん、営業さんは結構美味しい思いしてると思いますよ。ああ、入んなら結構じゃあ営業がおすすめだぞ。だし、稼げたらまあタワマンも住めるし、船持ってる人ももちろんいるし。おー、すげえ、それ夢ありますね。うん、働くんやったら営業でバリバリ稼いでけよ男どもって感じですか？そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、本日はベンツの A さんにお越しいただいて、一日の超細かい具体的なスケジュールだったりとかね、まあ営業が、まあ、稼げるからめちゃくちゃいいぞっていうポイント、うん、人間関係について具体的に伺ってまいりました。はい、ということで今回の動画がいいと思った方はですね、チャンネル登録と高評価とコメント欄にメッセージお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。